対正義ドジャース、さすがに強すぎる。ベッツ、大谷、フリーマン、ウィル・スミス、マンシー、こんなの誰が抑えられるねん。なおポストシーズン。でも地区優勝だけやん。僕の考えた最強の打線。ポストシーズンに打てるやつ集めろよ。無双していたはずなのにポストシーズンではクソみたいな先発が出てくる。ドジャースってポストシーズン打てないよな。大谷が勝てるチームに行きたいってのは分かってたが、こんなチームで勝って嬉しいんかと思ってまう。エンゼルスの試合見たことなさそう。エンゼルス出て行きたいのは理解できるよ。ウォード・レンドン・ムスタカス・レンフロー・エスコバー・フレッチャー・オラック・サイスとか見てた日本人がいきなりこれに変わったら困惑するやろ。モニアクとかネトとか好きだったんだが割と打つ方はなんとかなってたよ。ネトは強豪チームにそのうちトレードされてそう。大谷はエンゼルスに脳破壊されてるからな、多分これでも物足りないって思ってるぞ。まだ始まってすらない。言うてブレイブスに勝てるイメージないで。今後は NPB より MLB 見てる方が楽しそうやな。なお PO でフィリーズにボコボコにされる模様。でもワールドシリーズいけないですよね。こんなチームでもなかなか勝てないからリングは勝ちあるんや。この戦力でも他がガチで強いからな。ロッキーズって何が楽しくてこの地区に参加してるんだろ。でオスカーヘルナンデスも取ったらしいな。先発弱尾だからね。山本由伸って誇張抜きにエースの働き期待されてるやろ。全盛期で比べたらトラウト大谷レンドンもかなりすごいやろ。なお毎日見る試合クソ楽しそう。しかもたまに山本が投げるて絶叫やろ。はよ野球始まれや。数年後はエース大谷も加入や。これでも総年俸メッツの方が上で笑う。メッツって何に金使ってるの。線がもう少しお安く取れてるし。とりあえず大谷にプレイオフの景色見せとかんとあかんのや。そっから先は知らん。今年の NPB のひいきマジで始まる前から終戦してるから NPB は捨ててドジャースの試合だけ見るわ。同一地区の他球団ファンって何が楽しくて見るんやろ。ダイヤモンドバックス今年も強いと思うわ。エンゼルスと打って変わって WBC でヒリヒリした試合と頼りがいある仲間を経験してしまったから波動に落ちるのも仕方ない。エンゼルスの贅沢税ラインを気にしたケチケチ故郷に慣れてからのドジャースでいきなりの限界突破でストレスが一気に解放された気分。大正義ドジャース好きすぎる。